麻雀ファンの皆様、いかがお過ごしでしょうか。実況の楠原優です。本日はフォーカス M セカンドシーズン25回戦26回戦の模様をお届けいたします。解説は法医吉田忠が務めます。吉田プロ、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。フォーカス M は M リーグに標準を合わせ切磋琢磨するプロ雀士と、その企画に賛同し特別参戦となるプロ雀士による M リーグのルールの特別勝負の真剣勝負のリング戦となっています。今回はセカンドシーズンとなります。それではここまでの成績をご覧ください。こちらになりますね。本日は25回戦26回戦の模様をお届けいたします。本日の4名は12位の滝沢、そして24位の森山、そして27位の瀬戸熊に、本日初参戦の萩原の4名による対局となっております。それでは対局の準備ができたようです。フォーカス M セカンドシーズン25回戦、対局を開始してください。お願いします。フォーカス M は一発裏ドラ赤ドラありの M リーグルール、80分プラス1局の時間打ち切りで行われます。まずは並びからちーちゃんに滝沢、なんちゃんに森山、しゃーちゃんに瀬戸熊、そしてべーちゃんに萩原の並び。ドラはウーソーです。こちらは親の滝沢の手牌、トイツが多い形ですか。そしてなんちゃの森山です。もういいシャンテンですね、はい、形がいい。そしてシャーちゃんの瀬戸熊はチュンがトイツピンツでメンツができました。そしてドラさんですよ。こちらは萩原ペーチャ、役牌の白もトイツとなっています。いいですね。はい、しかしやはり注目はこちら森山の手牌でしょうか。すでにイーシャンテン、ここでドラさんの萩原が仕掛けます。ウーピンから行きましたよ、吉田プロ。立つ決めましたね。はい、カンローピン、カンジンワン、6球層、そしてシャーウーソーの統一がある手牌でしたが、トーンを残したんで、トーン重なったらローワンパーワンの立つ払って本一まで見てますかね。す、は、で、い、にドラさんありますが、はい、マンガンじゃ満足しないみたいな。しかしカンチは入ってしまうと。いやいや、タツ選択お見事ですよね。はい、そうですよね。カンちゃんとカンちゃんの選択でしたが、引いたのはチーマンでした。イーシャンテン。まあね、会長もこの手ね、トーン一局から降りないでしょうしね。はい、うん、こちらもイーシャンテン。そして瀬戸熊はピンズでメンツ、そして初と順が統一であります。でも今日のメンバーはほとんど仕掛けないと思うんで、はい、まあね、いきなり萩原さんこの手なんでね、ポンが入りましたけど、はい、みんなもうリーチリーチで勝負する人たちだと思うんで、思いぶつかり合いの展開となりますでしょうか、はい、うん、ここで萩原急走勝ちできた。ウーソーとシャーのシャンポン待ちで転敗です。シャーは親の滝沢の第一打なんですよね。うん、さあ、そしてそこに追いついたのは森山です。ドラの運送も一枚ある手形、イワンリャンワンでタンヤオに向かっ て、はい、追いつくことができるか。親の滝沢はあんこが一つ、ここでイワンリャンワンと並べていきます。こういうチーワンの空切りもね、チーワンの周りちょっとね、打たせないためのね、はい、布石というか、手の内から出てきたということは、うん、まあ手牌に関係すると言いますか、はい、町にも関係するかもしれないような、うん、このぐらいの順目だとね、はい、手出しした方がいいですよね。あまり遅いと、はい、もうテンパってるのに手から出てくるとそこのメンツが透けるというか、はい、うん、逆にちょっと、はい、見られてしまいますが、はい、順目はまだまだ2列目となっています。あとそうですね、その空切りしてマンズ待ちじゃないから空切りした方がいいですよね、はい、うん、あ、空切り、うん、空切り、そうですね、はい、手の内からドイツの牌を切りました、はい、木原ウーソーとシャンのシャンポン待ち、自身では白のポン、そして急走のチーを入れています。これね、もう一枚赤ウーワンとかあったらね、ウーソー切ってのスッチーソーとかもあったかもしれないですね。なるほど、打点十分というところ、うん、ウッパーピンがウーピン3枚切れ、はい、だけどチーピンの闇点と、闇点となりましたか。森山一応もでもタイヤを赤ドラでね、はい、5200の転敗、
地震で引いてきたのは赤ウーマンというところ、うん、しかしやはり萩原の仕掛けが目立っているか、そしてウッパーピンがちょっと薄いこともありますか。はい、はい、闇点に構えました。でやっぱり萩原さん1枚目泣いてるんでね、もうドラドラは最低持ってるだろうってもうみんなは思ってますよね、はい、うん。さあここで手の内からローピン、うん、ね、チーピンローピンって手から出したことによってウッパーピン薄かったんでそこ払ったなっていうね、はい、見せてウッパーピンみたいな2つ、はい、の選択があるようにも見えるか、うん、さあそして萩原の星ウーソーとシャアですが、いやーこれ切りづらいんだよな、あー順があんこにスーソーリアンソーかもしれないですね、はい、なんて言ったが、はい、ここは換算層勝負に、はい、天敗取りました瀬戸熊です。役牌の順眼この手配、三蔵はね待ち頃なんでね、はい、ローワン通れば勝負になると思って行きましたね、はい、勝負と行きました、まあ、9番はねシャンポンがあるんでね、はい、ローワンの方切りましたよね、その分のローワンという選択でしたか、はい。さあ森山引いてきたのは役牌の初です。初はション牌だ、三元牌見えてないんで、はい、大三元の警戒もあるんで切らないですね、初チュンと見えていないんですね、うん、萩原が白を仕掛けている、ここはローピンを切っていた、さすがに場を見ての判断と、うんうん、ところさあ滝沢はチートイツのインシャンテン、あとはシャアの行方ですか、そうですね、これ3層、あ、これは切られた、上がったのは瀬戸熊です、純1600点の上がり、これはもうローワンがねお見事ですよね、はい、うん、ここはローワンをして換算層、萩原の漫画の手回していきました、はい、やっぱりね、このメンバーなんでレベルの高い勝負というか駆け引きと言いますか、すごいローワンもねなかなか切れないですよね、はい、間合いを測ってのやり取りとなりました。そう、瀬戸熊さんの打点が1600なんでね、はい、あれがまあ5-2万があればね、いける人も結構、うん、いると思うんですけどね、いやすごい、萩原の大物手流していった瀬戸熊、うん、トン2曲となりました。ドラは何です、親番は森山、気持ち的にこれねもう萩原さんは蹴られて嫌だし、はい、瀬戸熊さんはね気分よくこのままねいけますよね、はい、森山からすると、あ、初途中そこだったんだと、うん、でまあ1600で済んだならよしみたいな、はい、はい、本人局各社手配どうでしょうか、滝沢の手配が、はい、うん、もうすごい手配、ドラさんですか、ね、しかも6級はめちゃめちゃ よく見えますね、はい、形がいい天牌となりました、うん、リーチピンフドラさん、町は6級マンです、地震からチーマンが3枚見えています、うん、それを受けてウーピンを重ねた瀬戸熊、キューピンは現物、萩原は統一のシャアに手をかける、メンピンドラさんのリーチです、すごいですね、はい、山 6? 6級万、うん、あ、1枚使ってるから、ね、山5、瀬戸熊の手に1枚というところ5枚いたらね、そうですね、うん、そのうち積もるでしょうといったところでしょうか、うん、ただ長引くとね誰かがまたね来ますよね、はい、みんなね戦いますからね、はい、反撃のチャンスを狙っているか、はい、だからこういうメンバーだと視聴者の皆さんもねすごいこうバチバチやる戦いが見れるから楽しいと思うんですよね、はい、目も離せないですよね、はい、さあ森山親番中となっています、こちらの手配、会長もここからねピンズの面本とかね、はい、引いてくる牌次第でと、うん、はい、たところ、そして瀬戸熊ローマンを重ねました、
輸送が通ってますね。はい、萩原ここは赤輸送を選択、うん、ローマンこれは当たり牌、瀬戸熊これでチュンも重ねました。チートイツのイーシャンテン、9万これも当たり牌となっています、うん、どんどん他の人に行きますね、はい、うん、ここで9万が打ち出される。上がったのは滝沢、リーチ、ピンフ、ドライオンですか、うん、1万2000点の上がり、まあ、会長もまっすぐ行きましたよね。あの、はい、まあ、パーワン3枚切れもあったんですけど、そこからねピンズの本一見てっていうね、はい、うん、親番の森山でした。トン3局となります。親番瀬戸熊、こちらの手配なんちゃの萩原、そしてシャーチャの滝沢、全局1万2000点上がりました。ドランメンツもある形、チャンタも見えて、はい、うん、橋絡みのターツが多い形ですか。瀬戸熊、親番中ドラのリャンスを引きました。手配が多いのは萩原、ドラが来たがすでにメンツはできている。ここは急走選択、さあどのような選択をしていくのでしょうか。これでトンも引いてきました。うん、会長も手いいですね、はい、うん、もう手の内中ちゃんぱいで目いっぱいにと、うん、だところ、さあ重なったのはリャンピンと、嬉しくない、はい、なんかね、なんかあの滝沢さんの手配もね、あの良さそうだけど、あれがチートイツとかになると嫌だなっていう、はい、うん、一旦4トイツといった手配ですね。こちらハグは切っていく、ね、まあ、捨て牌がチートイツに見えない分、あの転牌した時はいいんですけど、はい、うん、ただ両面など形がいいところもたくさんある手ですから ね残すかな、うん、ローマンこれは切っていく、うん、E1 が2枚切れ、両面が1枚切れ、さあこれで森山が転牌リーチといきます。待ちはウッパーピン、リーチ、タンヤオ、ピンフ、赤ドラの手配、またしても高打点のね、はい、やっぱりあの面前派が揃うとこんなに高打点のリーチがね、はい、飛び交うんですね。やはりある程度打点があってもリーチと勝負に、そうですね、これもだって積もればハネマンですからね、はい、みんなだって満願じゃ満足しない人たちなんで、あの滝沢の リーチピンフドラさんもありますもんね、はい、公式ルールだったら分かんないですけどね、はい、うん、一発裏ドラ赤牌があるこのわー、そして赤牌のつも上がりとなりました。森山裏ドラが乗ったら、はい、リーチ、つも、タンヤオ、ピンフ、あ乗った、裏ドラが乗りました。赤赤ドラドラ、うん、4000、8000のつも上がりすごい、あっという間に失点を取り返して倍満の上がり、ね、いやめちゃめちゃ薄かったんですけどね、はい、森山取り返して、しかも赤ウーピンでのつも上がりとなりました、うん、裏ドラにもウーピンいましたしね、はい、うん、25回戦はトン4局、親番はこちら萩原です。ドラは9ピン引いてきたのは初、2ピンと3ピンの統一がある形、ファーストからの選択となりました。そして滝沢、ローピンをあんこにした。森山、第一つもが赤ウーアン、選択はイーマンからです。そして瀬戸熊も手形悪くない、赤ウソも1枚ある形、うん、チートイトイトイ見ながら、そうですね、はい、さてトン4局、ここまでの持ち点ですが、まあ、バイマンやハネマンがあったようには見えないような見えないですね各選手の持ち点となっています、はい、うん、親番の萩原は現在2万1000点持ち。さあイーソーを引いて萩原、白を選択。今回は瀬戸熊さんが
はい、いいですかね。手形がまとまっていますね、うん、さっきからね、手配がいい人が大体リーチしてきますからね。はい、うん、打点十分のリーチというところ、はい、さあ嬉しいペンチースを引いて、これで形が良くなりました。さあどうだ、瀬戸熊引いてきたのはパーマン、3万を選択しました。やっぱり今日このメンバーなんでね、はい、2班ちゃんやっても、まあ、30曲ぐらいで、はい、フローは3回ぐらいかなって予想してきたんですけどね。トン、はい、1曲萩原の仕掛けが、はい、だからもうあのありましたが、そう、ああいう高い手のポンと2枚目、はい、役合の2枚目渋々ポンみたいな、もうこれ泣かないと上がれないよっていう仕掛けですね、はい、もうそういうケースぐらいですもんね。もうみんなリーチリーチで本当に、はい、重いパンチのぶつかり合いと、はい、まあ、嫌になる人もね、座ってたらいると思うんですけど、逆に燃える人とかね、はい、うん、ところがこれでソースでメンツができました。うん、瀬戸熊の手配、手広さを取りましたね、はい、一応ね、完成は残るのターツも残したというところ、はい、さあこれで急走とロースを入れ替えた森山も手が進んできました。さあどうだ、滝沢重ねたのはウーピン、これは森山も欲しい牌、さっきのウーワンが間に合っちゃうかもしれない、はい、こちらの手配ですね。うん、親番の萩原、さあこのドラもつもぎり出せとこま、滝沢も手が進みません。ドラまあまあね、はい、ドラ、うん、しょうがない。萩原選択したのはチーピン、ドラが自身から2枚見えました。さあここでウーピンを引いてヤンワン、はい、ここは数万切りリーチ、リャンマンの森山のリーチです。リーチピンフ、赤が1枚の手配、このリーチだとちょっとさっきの上は打たれなそうな、はい、まあチーピン入ってしまえば勝負に行くかもしれないですけどね。リーチドラドラの両面転敗と、うん、なってしまうが、どうする滝沢、初は3枚切れ、瀬戸熊自身もいいシャンテンが長い、引いてきたのはスーピン、選択したのはパーマン、うん、パーマンね、まだ行く気ってことですね、はい、はい、両面が入って両面待ちになったらまた、はい、反撃となるか。さあ滝沢ここで三層数層のダーツを選択、森山のリーチは両馬です。3万これもつもぎり、リーチ入ってるんですけどね、はい、うん、ちょっと引いてくる牌が欲しい牌の近くの牌で、うん、はい、みんなやっぱりなかなかやめないですよね。そうして森山つも上がりとなりました。リーチつもピンフ赤牌1300-2600のつも上がり、森山の連続攻撃、うん、早いですね、はい、再びつも上がりとなりました。みんなリーチしてるのに、ね、展開が早い、はい、15回戦は難入となります。親番は滝沢、ドラは両ピンです。羽間打った会長がトップ目ですか。、うん、そうなんですよね。そして2着目滝沢、31,700点持ちとなっています。さあここまで上がりがないのはペーチャの萩原ですか。そうですね、はい、こちらの手配、順が統一、赤ウソもある形、
滝沢ドラのリアンピンが1枚数ワンを重ねたところ、萩原さんもね、一度上がり出すとあのバンバン高い手を決めてきますからね、はい、うん、もう平均打点がすごく高いですよね。いや本当高いです。なのでまた手と手のぶつかり合いになるか、うん、さあこれもね一気通過、うん、さあ萩原どうだ、三層、そして滝沢は重ねたのは老層です。瀬戸熊は9万選択。萩原さんもね、あそこから想像の本質とかね、見てきますよね、はい、そうですね、手形想像と役牌の順とある形、はい、こちらの手牌ですね。なかなかね、思い通りに来てくれないですけど、ローマン来るとね、初の茶館、うん、はい、マンズリアン館の形を残しました、うん、やっぱね、ドラガリアンピンなんで3ピンも残したいですしね、はい、ドラのくっつき、そしてマンズガリアン関係に、うん、あとね5は、ね、赤があるんでね、はい、赤ウアンのツモでも打点十分というところ、黒ウアンですが、うん、ここは残したマンズが生きた形、まあ、ちょっと変化してね、今度は差し子とか足ごろとか、はい、うん、さあ親番の親番なんちゃの森山はペンチピンのターツを外していきました。今のがあの公式ルールとこの一発裏とはありの違うところで、はい、会長とかね、公式ルールだったらね、あのピンズの一気通過狙いますからね、はい、もう 2,3,4,5,6,8,9 と、はい、たくさん持ってましたからね、はい、でそこら辺のあのね、公式ルールとの変え方が上手ですよね、はい、うん、僕ずっと一通狙ってますやはりこのルールだと形も重要といったところですか、はいはい、さあパーピンを引いてきた萩原、ここは場を見てパーソーを選択していきました。9層が場に3枚入れとなっています。ああ、ここでチーピン、うん、まあただね、ロスにはならないんでね、はい、うん、ピンズで2面詰めができました。やっぱり皆さんこのルールをやり慣れてますよね、あの、はい、他のねテレビ番組とかも出てますし、はい、本日は現役 M リーガーの選手が3名参戦となっています、うん、第25回戦、うん、今転敗しました親の滝沢さんは、はい、滝沢に転敗が入っている、うん、そして森山に森一、滝沢の転敗はタンヤオチートイズローマン短期、そして森山はスッチーソーの両面待ちでの転敗となりました、うん、滝沢ドラドラですよ、はい、しかもねタイヤをもついてますからね、タイヤをついといつドラドラと入り目がドラという闇点、うん、そう、会長の手はね、僕だったら転敗してないんだよね、まだ、はい、うん、いいピンが来たら嬉しいなと、はい、いうところでしたか、そうです、さあ滝沢大きな大きな手を転敗している森山スッチーソーの両面転敗、ローマンは一応1枚あるんですね、はい、うん、瀬戸熊の手牌に2枚使われています、うん、ウーマン、これは全順通った牌、しかしここは森山のつま上がりとなりました。リーチツモドラ1戦2戦、滝沢大元手の転敗でしたが、ここで上がったのは森山、うん、さらに展望を積み重ねていきます。3局連続ですか、はい、本当に会長もね、上がり出すと止まらないですよね、はい、なんか上がり出すと止まらない、そうですね、いつもなんか会長のトップって100とかのイメージがあるんですよね、はい、うん、そしてまあ積も上がりも多いイメージですよね、はい、そうだから会長だから積もってこう持ってくるタイプですもんね、はい、うん、連続でリーチをかけての積も上がりとなりました森山です。南2局では親番を迎えました。36,600点持ち、このハンちゃんトップ目につけています。さあ森山、ここは場数の難を選択、南茶の瀬戸熊の手配ドラの3ピンが1枚、シャーチャの萩原、
引いてきたのはローソーです。そして滝沢チーソーを引いてきて、ここで選択は自家製のペイとなりました。場には2枚切れ。さあここまで森山の調子がいいですか。はい、そうですね、その親番となっています。なんかね、あのこう構想通りにハイも来てくれてるような。そうですね、はい、構想通りの、うん、そして自身でのつま上がりの結果という、うん、ここまでの展開。さあこれで両冠の形ができました。萩原そして滝沢です。少しちょっと時間がかかりそうな手配といったところか、ローピンを重ねて森山何を選択するでしょうか。いいピン、うん、瀬戸駒さんが一番いいんですよね。はい、うん、こちらの手配もう手の内両面ばかりといった形、はい、三色も見える。トーンを重ねて、これは自家製です。ターツの選択となりますか。わー贅沢2刺しと6チッパの、ね、これどうします。6ブロック、うん、なんか引いた範囲で選べるのがいいですよね。そうですね、やはり瀬戸熊の手が抜群か。ペンチーソーのターツ外し森山です。何を引いてくる。3ピンドラ、じゃあ6チッパと、はい、これでジャントーに固定となりましたか。まあ、6チッパじゃなくてもね、はい、まああの単品ドラドラ、メンピンドラドラとか何でも、うん、これもう入ってきた両面で決めちゃえばいいかなと。そうですね、いうところですか。まあローワンが入ったら無条件で三増両増払えるんですけどね。赤フピン引いてきました。ここから両ピン、瀬戸駒これで払うもありますね。はい、あしかしここは6ブロックに構えてといったところ、うん、さあ赤赤となった森山、ここで入ったのはリャンソーです。そうするとウーワンかローピン、はい、赤ウーソーは赤、リャンワンで、リャンワンかトーンを落としていくっていうのも構想にあるってことですね。はい、くっつき次第でと、うん、まあ、ここで三増リャン増を払いましたね。イースーソーのターツを外した形、はい、イースーソーが場に3枚切れたので、うん、さあこれで赤ウーソーにくっつきましたよ。これでローピンですかね。4、5ロになったらトーンを落としてきますかね、はい。ウーアは残していくか、場を見て考えています、うん、ロビンでしたね、はい、一応ね、手役派の思考はちゃんとあの、はい、吉田鳳凰にお任せと。僕もだって会長と小島先生見てね、あの手役に憧れてこうねやってきたんで、そして鳳凰にはい、それはまあね、たまたまです、はい。さあチーマンだとどうでしょう。チーマンはね、チーマン切りますね、はい、はい、しごろがいいんだと、はい、しごろか、はい、で数万引いたらね、またあの、はい、トーン落とせるんで、はい、でトーンのポンテンの、5800ですか、はい、赤赤ですね、うん、それも逃したくないんでね。トーンは場に1枚切れ。さあもうイーシャンテンとなっています。ドラ受けが残る形、これでチーピン全順チーマンを切っている。ここは選択していきました。セルコマさんが全然でもう全然そうなんですよ、なんか欲しいのが来ないですよねドラを重ねて以来ちょっと手配が伸びていかないか、うん、萩原さんもやっとねイーシャンテンで、はい、うん、ここまで苦しいですかね、萩原さんと瀬戸駒さんがね。そうですね、うん、さあ滝沢この嘘を手の内に残していきました。3万、これも上のくっつきとしてはちょっと違うか、
ここでウーワンですかね。はい。うん、カンニャン目いっぱいと。うん、カンニャンは自分で切ってるけど、イーワン。イーワン。カンの形もトーンはジャントーにと。あ、メンツができました。やっと。はい。やっといい。これで、うん、ビンズでメンツができてイーシャンテンとなりました。へえ、イーワンか。そうですね、マンズの形を先に決めた選択となりましたか。トーンは1枚切れ。なるほど。あ、これで天敗となります。リーチといった親の森山町は関数マン。滝沢さんはもうなんか他に気配があってちょっともう嘘を打ちたくなかったんですよね、はい。ここでやめというところ。そして瀬戸駒はドラがあんこになる、両面より先にあんこができてしまいました。親のリーチを受けています。関数腕は山に残り1枚。うん、親の森山再びリーチをかけてつも上がりとなるか。木原リアンワンは瀬戸熊が切っている牌、現物であります。ジーマン、これドラ切りやすそうですからね、はい、ドラ切るかな、うん、ドラをジャントーにしてウーパーソーの両面リーチ、瀬戸熊の追いかけリーチ。これあれですね、瀬戸熊さんなんちゃなんで一発と背景と2回おいしいのがあるっていうね。はい、はい、この場所でのリーチと、はい、なんちゃの追いかけリーチとなりました。瀬戸くま、さあ森山の町は関数マン、びっくりした。そして瀬戸くまウーパーソでしたが、つも上がりはできずというところ。しかしまだ背景が残っています。はい、滝沢は受けていますが見物がない。おそらく宝珠はなさそうだけど、両ピン、両ピンか、トラギリリーチ、そうか、うーん、両ピンになる。はい、両ピンが、うん、はい、リャンピンが比較的ね、比較的という正しが気がつきますが、切りやすい牌か背景牌は赤ウーワンでした。これで流局となります。リーチをかけている森山瀬戸熊の2人天敗、手と手のぶつかり合いとなりましたが、ここは一旦決着つかずといったところ。親の森山が連チャンとなります。親番続行、強卓が2000点、ドラがパーピンです。何2局1本場。こちらがその親番森山の手牌ですが、手形整ってますね、はい、っているように見えるなんちゃの瀬戸熊。こちらはちょっと端絡みの牌が多いでしょうか。シャーチャの萩原、ドラのパーピンが統一、こちらも勝負手となりうる。滝沢もドラのパーピンが1枚、両面ができたところです。しかしやはり親の森山、うん、会長やっぱりね、一回こう良くなると、はい、なかなか悪くならないんですよね、はい、そういう打ち方をしてないんでね、波に乗り続けて、うん、やっぱすごいな、はい。さあ瀬戸熊はドラのパーピンを引いてきた。パーワン重ねたのはドラドラシャーチャの萩原です。役牌はね残したいから、うん、はい、ドラドラなので何か役をつけてでも上がりに行きたい手配。イーワンですか。イーワンを切ればタンヤオというところ。マンズの形柔らかく構えるか。チーピンか、はい、選択したのはドラ表示牌のチーピン。受け入れの広さを取ったということですね。はい、3万のダイレクトズも嬉しいですか。確かにピンズを引いてもここからイーワンリアンはもう落とせますしね、はい、うん、まだまだ選択の幅を
越しているか。リースマン引いても嬉しくないけどリーチを打つってことですね。はい、うん、両面のリーチが打てる、はい、赤ウーマン文句なしと、はい、文句なし赤ウーマンのツモでリーチといきます。おら親の森山、町はサブロッソ、もう連続攻撃が止まりません。そうなんですよね、毎局のリーチと他がもうね追いつかなくなっちゃうんですよね。はい、有効性にもう残り3名はどのように対応するか、なんでか知らないんですけどね、はい、でまた山に5枚ぐらいあるわけですよねなかなかぶつかり合う展開にもなりづらいですか。サブロッソは捨て牌に1枚、そして萩原、滝沢の手に1枚ずつあります。萩原ここで考える、初を選択。町はサブロッソ、これではない。瀬戸熊も赤ドラの手牌ですが親のリーチを受けています。キューピン、サブロッソ十分山に残っています。ここに来た、ここで瀬戸熊統一の E1 を選択、うん、これは森山の宣言牌。萩原さんこれで白のポンテンは取りますね、はい、うん、こちらもドラさんの手牌ですからね、はい、白は場にはまだ切られていません。で瀬戸熊もいいシャンテン、何を引いてきた、チーソーパワンですか。はい、これは両冠の形残すか、うん、いかない、はい、老僧自身で、ああ切ってるんですね、ことが理由でしょうか。ただこれで三層が打たれることもなくなったか。そうですね、はい、萩原イーシャンテン、おお関数層引いてここは追いかけリーチ、これは面白いですね。ドラのパーピンのシャンポン待ち、うん、自力で数層引きましたね。二軒リーチとなりました。いい勝負じゃないですか、はい、うん、パーピンと吐く佐々熊さんね、いいシャンテンですけどチーピンがないんでやっぱりね、はい、苦しいですからね、追いつきづらいですか。萩原さんもやっとねリーチがかけられた。嘘は違う、この手は上がりたい、吐く、うん、はまだ山に2枚眠っています。どうだ萩原、うん、こういうの積もる萩原さんね、うん、M リーグで何回も見ましたからね、はい、力強いいつものモーションが見られるか、うん、瀬戸熊ここでペン3ピン入りましたが苦しいけど、はい、形は苦しい、うん、ローピンを選択、現物です。そして滝沢もローピンを合わせていく。しかし一向に白は顔を見せない。白対老僧ですね、はい、老僧はどうでしょう。白対老僧2対2、2対2、うん、2対2のめくり合いとなっています。二軒リーチ、ああここに来ると出ないですね。瀬戸熊の手に白が1枚、どうだ、数層これは違う、これで1対2は、これで白が対面か、対面に白が、はい、うん、対面同士と、うん、ってことはあともう老僧しかなくなってしまったと、はい、うん、森山の老僧2人で積もる展開となってしまった。これで上がったのは森山、うん、この表情、うん、リーチタンヤを赤ドラ1万2000は1万2300点の上がり。萩原を追いついての追いかけリーチといきましたが、ここで軍配が上がったのは森山、うん、教託も一気に回収、さらに展望を積み上げていきます、うん、持ち点は5万点を超えました。親番さらに続行、ドラが数層です。こちらがその手配、うん、おピンズでメンツ、こ再びかなり良さそうですか、うん、きっといいんだろうなという大いのお言葉もありましたが、かなり整った配置、ローピンからね、はい、うん、これは手役派の選択ですね、はい、一通ですね、はい、うん、奇数感を見た形、急走、うん、が雀刀なんでね、タイヤもなりにくいんで、
あれがまた太陽杯だとね、あの後々を考えて、はい、太陽の可能性も残した選択となりますか、はい、あ、でも萩原さん、あー、天杯、はい、ここでチートイツ、はい、闇天に加えました、うん、チートイツドラドラのリャンソー短期、まだね、メンツの方にもね移行できるんでね、はい、さあ何かいい短期だったらリーチもありますけど、はい、まだまだ、あ、これでね、ちゃんぽんでとか、はい、うん、ウーマンがあんこになってここでどうする、リャンソー切りのリーチの選択となりました、うん、イーソーとチュンのシャンポン待ち、しかも一枚切りのチュン、はい、手の内にはドラドラ赤とある手牌です、みんな高いな一気に勝負手となりました、はい、萩原、イーソーとチュンのシャンポン待ち、イーソーもまだ山に残っていますか、1枚、はい、イーソーとチュン1枚ずつ残っています、萩原のリーチ、あー、ね、しょうがない、ね、タッキーもね、これね、リーチが入ってなければ結構面白い手なんですけどね、はい、そうですね、手の内に自敗の統一が3つ、うん、ただ自家勢のペイとバカ勢の難を統一で残しています、うん、今チーソー入ってなかったんでね、1枚目の難はスルーしましたけどね、はい、これでもう難もペイもポンテン取りますよね、はい、形が十分になったと、はい、ところ会長もでもまっすぐ行ってますね、はい、うん、親にまっすぐ来られちゃうとそれはそれで、はい、まあまあね、親、萩原さんも会長ともいっぱいやってると思うんで、はい、まっすぐ来るのはまあ承知でね、はい、うん、その上で覚悟のリーチと、はい、選択チューンはここに来ました、これで残りイーソーが1枚、萩原さんもこれ上がれると、はい、ラソエもまだあるんでね、全然トップの可能性も素点回復と、はい、なりますか、そっか、瀬戸駒さんのところにチュン行っちゃったんですね、そうなんですよ、瀬戸駒さん自分で切ってるのにね、はい、やっぱりもう切らないですよね、リーチを受けての手形厳しくなっていますか、いいところ、これで3話2話はね現物だから落とせますからねはい、これでイースーチーピン、うん、切れたらグッといい形になります、イーソーはどうなんだろう、イーソー残り1枚ですか、1枚、はい、これもまた瀬戸駒、あ、追いついた、これは追いついて森山追いかけリーチとなりました、町はスッチーピン、スーピンで高めの一気通貫がある形、まさに第一打ローピン、ローピンからの、ね、スッチーピン、はい、萩原さん、放送通りの萩原さんの現物だったら出ちゃうぐらいのスッチーピンですからね、はい、ね、いい街に見える、あ、このスーピンが森山の上がりとなりました、これが麻雀だって言われてるこれ麻雀ですね、うん、リーチピンフ一気通貫12000は12600点、森山の連続攻撃が止まらな い、すごいな、萩原のリーチも決して悪いリーチとは言えない、いやもう全然ね、はい、打点十分の先行リーチとなりましたが、ここさらに森山が12000点上がりました、うん、持ち点66000点となっています、よく見る光景ですね、はいはい、この人でも12000点補充してましたよね、はい、してましたね、はい、はい、森山プロまた、はい、見差しも見える、さらに手形が整ったハイパイとなっている親番、そしてなんちゃの瀬戸駒、今回は手形整っているか、シャーちゃんの萩原はこの手配、うん、そしてペイちゃんの滝沢です、プラは9万、僕もね一回マンガンとかハネマンとか放銃してから調子が上がるんですよね、はい、それってどういうシステムなんですか、システムっていうか多分やる気スイッチですかね、わかんないんですけど、なんか燃えるんでしょうね、逆境に燃えるっていうことですね、うん、なんかタイプによってはねちょっと守備的に、うん、じゃあ打とうかなっていう選手なんかもいると思うんですけれども、うん、多分そこでやっと目が覚めてみたいなね、はい、うん、だからこうなんかロンって言われないまま展望持っちゃうとだんだん怖くなってくるんですよねこれでいいのかな、うん、そう、そ
それぞれ選手戦い方だいぶ、あ、これでリャンマン入って、ね、さあどうする、先に3ピンから、うん、リャンピンが3枚切れ、形を決めた選択となりました。そうですね、リャンピンが4枚切れてるんでね、はい、あそこで 2メンツはきついなっていうことで、うん、先にターツを選んでいきました。さあどうだ、2万、これはツモ切り、萩原も手形じゃ悪くない、ドラの9番が1枚あります。ん、1、2、3の声でイーシャンテン、はい、うん、イーシャンテン形が悪くない、どうなるんだ、今度はタッキーが餌食になるのか会長が来ますからね、はい、常に親が攻め返してくるという、なんていうか、うん、印象ありますよね。そう、追いついてきますからね、はい、でもタッキーもこれピンズね、イースピン残るとすごい強そうですけどね、はい、滝沢は3色が見える形、うん、いやもうこれでドラの9万にチーマンがついた形、これもうカンパーワンでも即利打ちますね、うん、リャンピーカンパーワンのイーシャンテン、萩原前陣にドラの9万を切って目いっぱいにしています。ここは、はい、ピンの形を厚く持ちましたか、選択したのはウーアン切り、9万重ねたこれで2差しも見えて一番いいですよね、はいはい、ドラドラ固定という選択のチーマンとなりました、はい、まあ、4枚目のリャンピンないんですけど、リャンピンだったらチーテン取ってますね、はい、うん、さあ滝沢ここ でパーピン9ピン、はい、ドラを活かせる光景を残しました、うん、しかもそっか9ピン引いたら即リーチになっちゃうのか、はい、そうですね、一応9ピン引いたら純ちゃんもあるなと思ったけどもう9ピン引いたらリーチですもんね。そうですね、うん、3色の、はい、高め3色の転売となります。手役派はそこまで考えるわけですねあ、ならないやと思って、はい、そう転売になっちゃうやとういうところ、うん、さあ萩原インシャンテン、もう早く転売しないと親の森山が来てしまう。ここでの選択は9ピン切り、滝沢引いてきたのは初 E ピンは場には1枚切れと、数ピンも1枚切れとなっている。さあここに数ピンが来ました。しかし滝沢の絶好の一ピン自身で引き入れ、闇点、はい、闇点に構えます、うん、G1 9番待ち、自身の手で3色ができています。3色ドラ1の転売、ここでしかし、はい、森山のリーチ9万と数万のシャンポン待ち、ここはカンチャンではなくシャンポンの選択と。そうですね、なりましたか、シャンポンだと順からですか、はい、しかし滝沢の手9番が1枚、ここはチーソンも切っていく、ウーマン親のリーチが入っています。待ちは数万とドラの9番のシャンポン待ち、瀬戸熊イーシャンテン、萩原ウーマンを切っていく、滝沢どうだ、Q1 は山には残っていない、 G1 はどうですか、手の内で使っている選手はいません。そうですね、はい、あ今来ましたね、はい、うん、残り2枚ですか、どうだ、ここでツモ上がりとなりました。ツモ3色ドラ12004000のツモ上がり、3本場23004300の上がり、ここは闇点に構えて森山のリーチを流していきました、うん、会長が換算案だったら先に会長の上がりでしたもんね、はい、うん、麻雀でね、あるある、あ、そうですね、うん、上がり逃しをすると、ね、次の人が上がるっていうね、はい、他の人にチャンスが回ってしまうかというところ、難3局親番瀬戸熊です。ここまで苦しい戦い、この親番で
一気に挽回することができるでしょうか。こちらもかなり爆発力のある選手。はい、ちょっとねここまでねちょっと全然手が入らなくてねおとなしいので、はい、何かきっかけがあれば、まずはそのきっかけ作りからの選択を、こちら森山のハイパイです。トラは何、本当にね会長とかきっかけを与えてくれないんですよね、うん、もう連続連続での攻撃ですか。相手が体勢を整える間を与えないほどの攻撃、うん、ちょっとお休みしてくださいって思ってもね緩めてくれないんで休みなしで、はい、攻め返しが来る瀬戸熊。こちら親番の手配ドラの何が一枚、うん、萩原はドラドラ。瀬戸熊さんこれね先制リーチが打てればうん、またチャンス、はい、ありますね。あとこのチートイツでね結構ね流れ変わったりするんで、はい、おこれで闇天、はい、冷静南端機冷静闇天、親番現在は 14,500 点持ち3着目につけている瀬戸熊、親番ドラ短期のチートイツ闇天に構えました。4巡目です。やっぱりこのルールだと、はい、あの赤があるんで、はい、ドラの何でもあのリーチしてないと、はい、結構出てきたりしますからね。誰かが切ってくれる可能性も、はい、はい、なんで冷静だな。ここで森山初のボン入れる、うん、これがあ、つぶぎリーチにいったそれを見てといったところでしょうか。ドラの南端機チートイツのリーチ、ね、どっちがよかったかこうね、あの会長に仕掛けが入ってこの間合いなんですけどね、はい、あの相手を引きつけてからあの勝負に、はい、うん、行くっていう。ただ会長との戦いはなかなか分が悪いんですけどね、はい、うん、瀬戸熊親番でのリーチに踏み込んだ。会長も全部行くでしょう、はい、行かない行かないの、ここは行かずの急走選択と、やはり親のリーチということもありますか。そうなんだ。森山の初のポンが入っています。ちょっと意外でしたね、はい、となると瀬戸熊またちょっと親番続行の望みもあるか、うん、はい、難は萩原と滝沢の手に1枚ずつ、山には残り1枚残っています。さあどうだ、まだ山は長く残っている。萩原が引いてきたのはペです。萩原さんもね仕事の3色とかになってしまうと何勝負はありそうですよね、はい、形になってしまえばというところ、もしくは何を自身で重ねる可能性もまだあります、うん、この難がどこに行くか、ね、これ難重ねたらね負けがないんだよね、はい、うん、反撃のチャンスとなるか。森山引いてきたのは3番です。親のリーチを受けて白は場に、うん、そうですね、あの完全安全牌なんですけど、はい、うん、白を切らない方法を、ああ完全に抜いたんですね、はい、うん、やはり後々のために箱を残してと。そうですね、はい、ところこれで萩原もイーシャンテンとなりました。まだドラのない山に1枚残っています。どうだ、親の瀬戸熊、そして萩原スーピンは現物、手の内から切っていく、うん、ベンチマン引き入れたのは滝沢。さあ難は残り山に1枚、滝沢まだ少し手が立ち残していますが、ここはパワーン現物を抜いていきます。さあどうだ、萩原ウーピン、ウーピンは場には切られていない牌、ここでペン三層のターツを外していきました。
赤ウアン、ここで白を切り出していきます。さあ残り山もだいぶ短くなってきました。暴走引いてきましたが、ここは全順陰走を切っている順の統一落とし。まだある、うん、はい、残り積もも、あと1回となりましたか、うん、もう完全に他の人はやめてくれたので、はい、まあ舞台は整ったと積もれるか、はい、難短期積もれず、はい、まあ、仕掛けが入んなくても、はい、ね、そうですね、山深くに眠っていたドラの難、難三極瀬戸熊のリーチで一人転廃流局となります。親番は続行、一旦闇天にして変化といいますか、はい、場を見てからのリージョンとそうです、ね、うん、なりました。親番続行、瀬戸熊ドラは3品です。おお、ちょっと形ちょっと変わりましたね。はい、良くなりましたか、赤ウソもある形。萩原チーマンを引いてきました。こちらの手配、うん、ここは初を選択、滝沢マンズで一メンツ、そしてペーチャの森山、急走をあんこにしました。うん、何か手役が見を見ていますか。そうですね、はい、リャンマンからの選択、そして瀬戸駒、赤ドラの手配、うん、久しぶりに圧倒的にいいですね、圧倒的に、うん、ただね、先ほどまでのね、瀬戸熊さんだとなかなかテンパイがね、はい、遠かったですよね。そうですね、ちょっと形自体はできてるんですけど、はい、手がなかなか進まない。まもなく残り時間20分となります。ああ、そっか、これ時間制限ね、はい、そうなんです。80分プラス1局の時間打ち切りがある対局となっています、うん、ね、よく忘れるんですよね、はい、うん、これ親番後の方にあると思って安心してると、はい、自身の親番でタイムアップなんていうこともありますからね。さあ瀬戸駒、さらにウーピン引いてきました、うん、いいシャンテン、はい、いいシャンテン、ここはストレートに数層選択、一応ね、仕事も見ながら、はい、はい、手を進めていきます。赤ウーピン引いてきたのは萩原、これを生かして上がるか。さあスーピン、これでチューンを選択していきます。森山です。もう瀬戸駒さんの手とかね、ウーマン引いたらどうしようって多分考えてますねそうですね、うん、何を切りますかね、はい、どうしようって考えて、僕は何を切りますか。ウーピンかな、ウーピン、両方のバランスを、ウーピンかな。で、三色ドラと難しいんですよね。はい、こちらの手配ですね。うん、これでチーマンを引いてマンズの形がまた変化ですが、三色が、うん、あ、ここでドラの三品、それが一番ね、はい、いいですね、あの手広さはね、はい、手の内のバランスを取って三品、うん、そう、チーマン引きだと、そっか、三品が、ウーマン引きだとね、ドラの重なりも見ちゃって、こう、あ、そうですね、うん、ウーマン引きだとどっち切るかな、まあ、ウーピンかローワンなんですけど、はい、うん、贅沢な、そう、ローワン切っとくと一応リャンピン引きとかもね、はい、いいんで、ドラにくっついての後継変化、はい、ただまあ今捨て合いがね、イーピン3枚スーピン1枚切れてるんで、はい、うん、リャンピン引いてのリャン面変化もちょっと、そうね、待ちも良くないんで、多分ウーピン切ってますけど、僕は、はい、さあどうだ、チーマンを引いてきて、もうなんかちょっと数万切れ切れと言われているようなツモですが、どうですか、これは何切りますか。数万を選択、ここは受け入れが広い形ですか、うん、そうですね、ヤンワンが3枚切れ、うん、パワーでね、イーペーコを確定させるとかもありますけど、はい、あ、なるほど、うん、しかし、ここは
スマ切れを選択。萩原、卵巣があんこになりました。赤々と手の内にはあります。ここからターツ選択はイーソーのドイツ落とし、うん、イーソーかダブナンを切るかで、はい、まあ、ダブナンね、あんこになった時にね大きいのでイーソーを選んだ、はい、このドラムを紡ぎっていく。やっぱりこうなんか瀬戸駒さんのツモがうまく来てくれないですね。はい、形は悪くないんですが持ってくる牌がちょっと、うん、と一息の形。これでリーチと、はい、リーチですね、うん、はい、ここで親の瀬戸熊のリーチが入ります。町はウッパーマンローマンチーマン四面ちゃんの形。高めはパーマンと。そうですね、はい、パーマンいますね、まだ。はい、パーマンがなんと山に1枚残っています。さあここで森山仕掛けを入れた換算ピンドラ落ちできました。なん自力であんこにした萩原、ここでちょっと伸びをして場をよく見てかっこいいですね。うん一つ息を吐いて選択となります。うん、3番勝負と、はい、というところ南あんこ赤赤の手配。森山全順換算ピン鳴いています。これで単葉に行こうか。秋原どうだ、いいぞいいぞもあんこるのかみたいな、はい、思わず表情に出ていましたか、うん。パーマンローマンチーマン親の瀬戸熊のリーチ、やらも勝負でいいシャンテン。チュンは一枚切れ、はい、で六球層も薄いんですね。なるほど、はい、うん、さあこれは9万惜しいのばっかり、はい、うん、ご近所さんの牌、うん。膝はあんこにしたのはチーピンです。ここは数番3万と切っていく。ここでさらに仕掛け3万を両面チー。これで森山に天牌が入りましたが、ここは瀬戸駒つも上がり高めのパーマン、リーチつもタイヤをピンフ、イーペーコー赤、そして裏ドラが1枚乗りました。6000は6100オールのつも上がり。ここで大きな大きな上がりとなった。やっとですね、はい、うん、まで面前でぐっと我慢をして手を育てた瀬戸熊。ここで嬉しい羽マンのつも上がりとなりました。親番続行、ドラーパーソー、残り時間こちら表示されていましたね、16分ほどになります。ドラがパーソー、親番の瀬戸熊、なんちゃの萩原、あ、手配にカメラがいってないですか、うん、そしてシャーチャの滝沢の手配こちらとなっています。ドラがパーソー、森山両面が多い形。さあ瀬戸熊どうだ、かなりめちゃめちゃいいじゃないですか。良かったですね。これもあの田田さんの好きな3色が強く見える形と、はい、ね、柔軟にこう6チッパいきましたよね、はい、789か678かと、はい、一応ね今789のいいシャンテンでしたけどね、はい、うん、単品3色を見てドラも1枚ある形、はい、これでウーピンを引いてさらに形が良くなりました、はい、さあどうでしょうか。さあこれで振り点だけど、はい、そうですね、はい、含みのターツを残して、はい、サブロック9層の受け入れは手の内に、うん、そしてドラのパースを引いたのは滝沢です。あとはね瀬戸熊さんこれまだねあのゴロチもあるんでね、はい、うん、なんか贅沢な、いや贅沢です、はい、本当にどちらの3色も見える形。こちらは森山の手配です。5万3600点持ち。会場まだ123を見ながら
うん、はい、こちらも3色、こちらも3色と、うん、いったところ、さあ瀬戸熊どうだ。あーこれね、嬉しい。はい、サブロン9層振り点待ちではありますが、三面ちゃん高め3色の振り点でね、はい、全然 OK ですよ。全然 OK、うん、もうね、だって瀬戸熊さんのこの順目の親リーチとか、はい、もう行きたくないですもん、はい、瀬戸熊の時間となるか、はい、サブロン9層の三面待ち、三層とローソでは単位青と3色もつく形となります。はい、うん、親の高い手の上がりがもう続出しているこの25回戦。急走だったらもう一回紡ぎたいぐらいありますもんね。うん、裏ドラあるんで、気持ちは、はい、うん、君じゃないよと。いや僕も積もりますよ。気持ちいいです。気持ちの上では、はい、はい、タンヤと、そう、そしてローソーです。積も上がりとなりました。リーチツもタンヤをピンフ三色ドラ6000オール、うん、連続しての6000オールの積も上がりと6200オールの上がり。これは瀬戸熊の時間に入りましたか。はい、これは多分会長がやっぱりあの仕掛け良くなかったなって思ってますよね。今ちょっと思ってますかね、はい、さて瀬戸熊親番で大爆発と、うん、急にですからね、今度ドラドラ、はい、うん、ちょっと今忠志さんも裏乗るんじゃないかぐらいの言い方でしたね、はい、もうね、だってねもう手順が良くて、はい、高め積もったらもうね、はい、振り点リーチの高め積も嬉しいですよね、はい、さあそして今回はドラドラですよ。いやいいな、はい、ドラの箔が統一親番の瀬戸熊、今回萩原も悪くない、滝沢3万を引いて地層選択、森山はこちらの手配、パーソーがあんこになりました。こちらも悪くないぞ。さあこれでマンズで両面ができた、地層これで秋原も目いっぱい難を切っていきます。滝沢さんはマンズの本一ですか。はい、もう瀬戸熊もあっという間にトップに、うん、そうですね、はい、みんな本当ね爆発力がある。54400点持ちトップ目、だってもう積もったら跳ね回みたいなリーチもう8回ぐらい見てますよ多分。そしてまあまあ積もりますか。そう、まあまあ積もります。みんなね積もる力もねあるんですよね、はい、爆発力、そして親のリーチがやはり多いですよね、はい、手が立ち整ってきた瀬戸熊、欲しい箔は滝沢の手の内に1枚あるだけ、山には残り1枚。じゃあこれね会長にリーチ行って、はい、で連敗リーチで瀬戸熊さん降りない、はい、6球満の先行リーチは森山です。さあ両ピン、これは現物つもぎり、ここに欲しい6球満が4枚、はい、4枚、はい、瀬戸熊が引いてきても使える形、そうですね、木原はソーズでメンツができました。 あと3枚、はい、3枚、山に3枚残り、うん、お、違う、そうですね、うん、いいピン、はい、ここはいいピン選択していきます。ドラの箔が一体誰の元に来るのか、親の瀬戸熊チャンスを狙います。まっすぐ、はい、うん、手形が整ってきました。あとね時間もあるんで、はい、そうですね、はい、両冠両面の形、萩原もう萩原さん的にはこうね打ってもね、はい、ラスウェイが来るんで、はい、うん、それだけ残りの親番での時間が短くなってしまいますからね、はい、曲が並くと、山、これは違う、チーマンでした。さあこれでチーマンが通ったが、ここはローソーつむぎり、こちらも現物、森山の町は6球満、ここはつも上がりとなりました。
リーチツモ赤、ドラドラはモラスと。モラス。ところ、千二千は1300、2300のツモ上がり。うん。これで瀬戸熊の親番を終わらせます。もうじゃあ2人は上がり勝負ぐらいですかね、点差的に。そうですね。5万2000点も、ね、100点持ちと300点持ちと。ところしかし親番回ってきたぞ、萩原残り時間少なくなってきたが、はい、悪くない形、うん、なんちゃの滝沢自身の地風ダブナンが統一となっています。赤牌も1枚ある形。そして森山、ここ上がり勝負となったか、いい、これはいい形。そして瀬戸熊、そんなに良くない、はい、うん、まあまあと、うん、夜会の初を重ねました親番の萩原。ただ時間が、そうですね、少し時間が、うん、ねえ、萩原さんもこれ初ポン点とかは取らないでしょうしね、はい、残り時間との戦いもある。うん、滝沢こちらの手合いトンを重ねたところですか。あ、ダメだ、会長が圧倒的にいいわ。通話引いてマンズでメンツができました、うん、形がいい単葉。現在は森山瀬戸熊の点差なんと200点と、うん、ところ、はい、ここで仕掛け数層落ちしました。これで総図のメンツができたところ、ちょっと意外でしたね。はい、まあね、形は十分系ですけどね。もう上がったらトップと、はい、ところトップが大きい。この M リーグルール、チー点とかは取ると思ってたんですけどね、はい、イーシャン点でも仕掛けていきましたね。それだけの競り合いと、うん、まあね、トップが偉すぎるルールなんだね。はい、現在ここまで 2半ちゃん打っている森山です、はい、現在マイナス 24.2 ポイントという成績。普通の人ならね、当然あの数層泣くんですけどね、はい、会長はちょっと泣かないんじゃないかなって思ってました、はい、ジャンプを、うん、あ、はい、しかしここで転敗となります。町はウッパーマン、うん、これ上がり争い、森山にいぶりとなるか。さあ、チーソーもうリーチですね、はい、うん、ここで親の萩原のリーチ、町は換算マンです。ここはもう会長を押さえつけに行かないと。しかし強い相撲上がりとなりました。森山単野を赤、500銭の相撲上がり。もう萩原の親番あっという間に終わってしまいましたが、やっぱり強いなみたいな、強しといった表情ですか。ちょっとなんか微笑みにも似た表情、やっぱかっこいいですね。はい、25回戦終了となりました。25回戦はトップから森山、2着に瀬戸熊、3着に滝沢、そして4着に萩原の並びで終了となりました。続いては26回戦です。